アクアチャンネルのザッキーです。さあ、今回はいよいよ新型プリウス、走行してきてみたいと思います。はい、ということで、当店の新しいデモカーとして納車しました、こちらの新型プリウス。前の動画では納車した時の模様を紹介しておりますので、まだご覧になっていない方、ぜひご覧になっていただければなと思います。こちらの動画の URL は動画の説明文、概要欄に記載してあります。さあ、そして今回はいよいよお楽しみの走行となります。はい、実は当店では、はい、こちらの前のモデルの50系のプリウスの前期型があります。はい、こちらの50系のプリウスと比較して、もちろん進化してますので、良くなってるとは思うんですが、今回ですね、2000cc のハイブリッドということもありますので、このあたりの違いですとか、50系のプリウスと比較するとどんな風に良くなっているのか、そういったところもザッキー気になっているところがありますので、こちらをザッキーなりに比較しながら走行してみたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では走行に行ってきてみたいと思います。とても楽しみでした。シートベルトを装着すると、今シートスライドしましたね。シートポジションに合わせてくれます。いやー、やっぱりいいなと思います。この運転席。ザッキーは好みですね。さあ、これメーターになりますが、このメーターはですね、今表示がこのようになっていますが、ステアリングスイッチを操作すると、こういったように呼び出すことができます。あとはスイッチで各種、こういったメニューを選択することができますね。オーディオ操作もできます。それからエネルギーモニターもこちらで確認ができます。はい、それでは行ってみましょう。はい、新型プリウスはですね、パーキングブレーキが電子式になりましたので、前のようにこの足踏み式ではなくなりました。まずは市街地を走行していきます。今走り始まってすぐ感じたのは、この新型プリウスのアクセル。一言で言うと重たい感じがしますね。前の50系のプリウスは軽いというか、言い方が少し悪いかもしれませんが、おもちゃみたいな感じのアクセルペダルだったんですけれども、この新型プリウスはですね、アクセルペダルがオルガン式になっています。要するに床から出ているような感じですね。この辺でペダルの安定感があるのかなという気もします。感覚的にはもちろんこの新型の方がこの踏んでいる感触はいいですね。それから今実際に運転していてなんですが、この頭上の窮屈感っていうのはやっぱり若干感じますね。なんかもうすぐ上にルーフがあるなというのがわかります。ですのでこの目線ですね、まっすぐ前を見たときに、このちょうどバイザーがある、ルーフのライン、横のラインがですね、視界に入ってくる。このあたりがやっぱり一般的な車を乗っているときと違う感覚がありますよね。ルーフが近いなという感じをここでも感じます。このあたりはですね、シートポジションの設定で、まだこれ結構上げてますので、座面を上げてますので、このあたりの調整は可能かと思います。ただ逆にですね、この路面を映してみてください。進行方向。はい、この視界はとても良好です。こういったところから路面の情報すぐわかるので、逆に安心して運転できるかもしれないですね。はい、今、メーターを映していますが、制限速度50キロのところなんですけれども、今この速度ですと、もう EV 走行してますね。エアコンもかかっているんですが、EV 走行です。静かだね、やっぱり EV 走行は。はい。ああ、これ、それからですね、このアクセルを踏み込ん、まあ今のように止まってる状態から出るときですね、前の50プリウスのときよりもアクセルの踏み込み量が少なくて済みます。これ感覚的にもうすぐわかるぐらいですよね。だいたい50プリウスの場合には、3割から4割くらい踏み込んで、まあ普通に走っているなっていう感じで車が動き出すんですけれど、もうこれは2割いかないぐらいでいいんじゃないかなと思います。そのぐらいちょんと踏んだだけで、スーッと車が前に
出ていく感じ、これが全然違いますね。はい、それから今信号で停車しているんですけれど、このイルミネーション今ブルーについてますね。ここ注目してください。撮影のために前の車が行くのを認識した上で出ていきます。前走車が動き出してても止まっていた場合ですね、前の車が発進しましたよとお知らせしてくれるんですけれど、その時にこのイルミネーションが変化します。はい、わかりましたか？確認ください。点滅しましたね。はい、こんな感じで視覚的にも、今あとは音声ですよね、音声でも教えてくれました。うん、やっぱりこのオルガン式のアクセルペダルはいいですね。足の裏全体でアクセルペダルに足がついているような状態になるので、こう繊細なアクセルコントロール、これをしても足が疲れないメリットがあります。実際に今このプリウスもですね、軽い力でその繊細なアクセルコントロールができるので、これは結果的には長距離なんか走っても疲れないんじゃないかなと思います。はい、今路面の荒れている比較的デコボコした道ですね、そこを走っています。もう分かりますね、アスファルトの補修跡などがありますので結構ギャップがあります。車体も揺れてます。そういったデコボコがですね、割と長い距離続く車にとっては嫌な路面のところなんですよ。ですのでここを比較的ですね走ると、ここからまあ路面が良くなりますけど、今の区間を走ると大体車はどこかしらから音がします。今このプリウスはですね、全くそういうのがなかったですね。ここ最近この走行レビューで使用している車はそういった傾向は見られなかったんですけれども、このプリウスも同じです。そしてもう足回りがしっかりしてますね。どちらかというと固めかなという印象です。そういったサスペンションの味付けなんかはヨーロッパ車のような印象を受けます。はい、山岳路に入ってきました。勾配のきつい今上り坂を登っているんですが、ここでちょっとノーマルモードでアクセルを踏み込んでみたいと思います。おお、力強いですね。モーターのキュイーンという音も聞こえましたね。今ノーマルモードで踏み込んだ状態だけれど、このパワーの出方は俄然こちらの方、まあ、新型の方が力強いですよね。比較的エンジンの音は高いんだけれど、あまり進まないっていうような状態ではなくて、ちゃんとついてきます。はい、ではドライブモード、今ですねノーマルモードで走っていましたので、これをスポーツモードに切り替えてみたいと思います。はい、スポーツモードで今下り坂に今度は差し掛かっているんですけれど、スポーツモードにすると回生ブレーキの力強く効きますね。ぐっと減速してくれます。はい、今ドライブモードをエコモードにして上り坂を登っているんですけれども、やっぱりですねなかなかエンジンがかからない状態になってくれます。もちろん登ってますので踏み込むとこのようにエンジンが始動して、エンジンで走行していますが、これ積極的にこのようにアクセルを離すと EV 走行に入ってくれます。この平坦なところになるともうこのまま、速度も低いですけれど EV 走行してくれますね。はい、今スポーツモードでしばらく走行してきました。山岳路、こういった山岳路はアップダウンがありますので、スポーツモードで走行するのがおすすめかなと思います。というのは上り坂の時にはしっかりパワフルに頑張って、そしてこういった下り坂では回生ブレーキがしっかり働きますので、少し急な下り坂、そういったところでもぐっと減速も強めになってくれるので、そこでしっかり電気を貯める、そんなような走りができますね。あとはこの回生ブレーキがしっかり効くので、坂道でフットブレーキを多用することがなくなる、これも運転が楽になりますし、ブレーキのフェード現象なんかも心配されますんで、そういったものも防げますので、これはいいですね。それからここは50キロの
制限速度の道路を走行中ですけれども、こういったところだと電気とガソリン、今上り坂なので併用した感じになりますが、エンジンが始動している状態でのこのモーターアシスト、モーターも一緒に出力しますが、この時のパワフル感、これも違いますね。さあ、では続いて高速道路に入ってきました。ここから合流していきます。合流もスムーズですね。ではここからはレーダークルーズセットしていきます。はい、今レーダークルーズ75キロ設定で巡航状態になっています。はい、EV マークついてますね。 EV 走行で高速道路巡航しています。それから今市街地、山岳路、そして高速道路と走行してきましたけど、今座っているこのシート、これだいぶ50系のプリウスから進化しましたね。良くなってます。どうしてもザッキーはですよ、ザッキーはあの50系のプリウスのシートポジションが決まらずですね、ちょっと長距離を走るとすごい疲れてたんですけれども、このシートはとても違和感なく快適に座れています。まあ、レーダークルーズオンになっていますが、レーンキープアシストもオンになっています。このレーンキープアシスト、この新型プリウスいいですね。50系のプリウスの頃のトヨタ車、こちらのレーンキープアシストは若干左側に寄せる傾向があって、このザッキーがトレースするラインからどうも外れてしまう、そこがとても違和感があって、ザッキーはレーダークルーズ使わなかったんですけれども、この新型プリウスはですね、やや中央寄り、まあ、極端にではないですけれども、これが快適ですね。理想です。あとこの車内のノイズなんですけれど、このロードノイズはだいぶ低減してると思います。もちろん今このちょうどアスファルトの路面が荒れているところを走ってるんで、ゴーっていう音が聞こえてると思いますけれども、それにしてもだいぶ静かな印象はありますが、逆にこのルーフ近くですので、ザッキーでいうこの耳の付近、頭の付近ですね、ここの音は気になりますね。上からの音って言えば分かりやすいですかね。ここはルーフが低くなっているせいなのか、ちょっとこの上からのノイズが気になります。この辺りルーフデッドニングで改善できないかななんて思いますね。これそれからですね、今信号で止まりますけれど、このブレーキすごく自然になりましたね。50系のプリウスから見るとだいぶ改善された、改善されたと言っていいのか、多分結構やっぱりそのハイブリッド車の当時、この回生ブレーキが効きすぎる違和感っていうのがあって、ハイブリッドじゃない車を運転している人がハイブリッド車に乗ると多分一番ブレーキに違和感を覚えたと思うんですよ。今この新型プリウス乗ればおそらくもうそんなことは感じない状態だと思います。ここはですからこの癖がなくなってとても乗りやすくなってるんじゃないかなという印象ですね。はい、お店に戻ってきましたが、せっかくですのでアドバンストパーク、こちらを使って駐車したいと思います。ここはいいですね。このまま開始します。発進するに前進します。交代します。終了しました。はい、駐車完了です。もう自動的にパーキングブレーキも作動してますね。なので駐車の苦手な方には便利な機能ですね。これそれから
今通常通りのアラウンドビューモニターになっていましたけれど、これ今プリウスの上から見た絵になっていますけど、これ動き出すとこのようにシースルーになります。ですから白線の位置とかも全部透けて見えますよね。ですから自分で駐車する場合もこれを見て、こういったように止めることができます。はい、今回の動画、新型プリウス走行、ザッキーなりに感じたことをお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。今回はですね、当店で50系のプリウスの前期型所有していましたので、そちらの50系プリウスと走り比べのような感じで今回は走ってきましたが、良くなっているというか、もう進化を通り越して生まれ変わったというような言葉が合う、そんな新型プリウスだと思います。トヨタが誇るこのハイブリッドシステムで燃費が良くて、どこまででも走れる、どちらかというと長距離を走られるオーナー様が多いのではないかなと思いますが、長距離を走るということは万が一の交通事故ですとか、そういったリスクも高まります。ですから今回のように安全面がしっかり強化されている、これはとても重要なことだと思います。それからこれはザッキー個人的にもそうなんですが、車を安全に運転するということは、車を運転していてこの疲労感を蓄積しない、要するに楽に運転できること、これが車にとって一番重要な大前提になるのではないかなと思います。こういったことからこの新型プリウスは前のモデルの50系からかなり良くなっていますので、それを実感することができました。もともとこのプリウスという車は、例えば高速道路を走行していると、横風走行注意なんかが出ているとき、車が煽られるようなシチュエーションのときに、もともとプリウスというのはその横風の影響を受けにくい車だったんですけれども、今回さらにこういったデザインになっていますので、そちらも良くなっています。その反面、この室内ですね。やはり少し今乗った感じですと、ちょっと圧迫感があるなっていうような感じはありましたけれども、そこをこのようにしてでもぐっとこのように抑え込んできた、こういった割り切り感のようなところは個人的にザッキーは好感が持てます。進化してとても燃費がいい日本を代表するこのトヨタのハイブリッドカーのプリウスなんですが、燃費がいいからといって家族でワイワイレジャーとか、そういったことには不向きな車ではありますけれども、長距離を走られる方はですね、この上ない車だと思います。ザッキー自身も運転していて楽しかった、この感覚がですねとにかくあります。今回この撮影のために決まったコースを走ってきましたけれども、もっともっと走っていたいなという感じになっています。はい、この新型プリウスも当店のデモカーとして購入しておりますので、今後ですねこの新型プリウス専用の商品、こちらも開発中です。発売しました商品はこのアクアチャンネルでも随時紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして楽しみにお待ちください。はい、それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。